これはルクセンブルクの企業が開発した検知システムを紹介する映像です。バスの天井に複数のセンサーが設置されていて、バスのエンジンが止まると検索を始めます。人など生きているものを検出すると、運転手などに警告を通知発信する仕組みです。アメリカではすでにスクールバス50台程度に導入されていて、システムを取り扱う山陽貿易は日本国内でも来年度中の販売を目指し、実証実験を進めていく予定です。設置費用はバス1台につき数十万円で、牧之原市での事件を受けて保育施設や自治体、それに企業などから50件以上の問い合わせが来ているということです。送迎バスでの園児の置き去りは、去年福岡県で5歳の園児が死亡した事件だけでなく、他の地域でも起きていたことが分かっています。こちらをご覧ください。さいたま市では2019年11月、認可保育施設で園児が帰宅を終え施設に戻ってきたバスに寝ていた園児が取り残されました。起きた園児がバスの窓を叩いているところを別の保護者が発見したというところです。ことです。また去年12月にも同じ施設でバスが施設に戻ったところ、寝ている園児が車内に残っていて運転手が発見したというケースがありました。いずれも一歩間違えれば最悪の事態を招く恐れがあります。VTR で紹介した検知システムを取り扱う山陽貿易が今年6月、送迎バスの運転手267人に行った調査によりますと、直近1年間で送迎バスに園児を残したまま車を離れた経験があると回答した人が合わせて15人、およそ 5.6% だったことが分かりました。人の不注意で命が守れないのであれば、こうした検出システムの導入も検討していく必要があるのかもしれません。アメリカなどでは車にこうしたシステムの設置を義務化する動きが出てきていて、こうした人の不注意を補完する仕組み作りも求められそうです。